どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA がプレスリリースで、羽田空港のね、国内線のスイートランジ、こちらね、ニューニューアルを発表いたしましたので、こちらの解説と、ANA のね、国内線のタイムセールもですね、今ね、やっているっていうふうになりますんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいんですけども、2023年4月7日にですね、ANA プレスリリースでこちらね、発表されております。羽田空港国内線 ANA スイートラウンジリニューアルということで、ラウンジ拡張により座席数を増やし、個室ブースを正式導入開始いたしましたということで、今回ね、7月の14日よりですね、羽田空港国内線の スイートラウンジがリニューアルされるっていった形になります。で、拡張によりですね、座席数が約100席増設し、よりプライベートな時間をお過ごしいただけるように、パーソナルブース席をご用意いたしました。またですね、トライアル運用していた防音ブースもですね、正式導入し、 え、設置台数をね、今2台しかね、入ってないと思うんですけども、まあ、これが8台に増やされて、まあ、本格運用を開始しますということで、またね、この一部の、このブースにはですね、事前予約システムもね、え導入されるっていった形になるんですよね。で、写真がね、ちょっとこちらも ANA のね、サイトの写真をちょっとね、あの、表示させていただいてるんですけども、あんまりね、画質が綺麗じゃなくて、あの、あんまり綺麗に見えてないと思うんですけども、ちょっとこれがね、あの、限界っていう感じなんで、ちょっと申し訳ない感じなんですけども、 ね、スイートラウンジ拡張エリアと、えー、防音個室ブースが、ね、こういった形になります。で一応ねパーソナルブースっていうのも、えっと、用意されているみたいなんですけどそこの写真はねないみたいですね。で詳しいねラウンジの場所なんですけども今回リニューアルされるのは 羽田空港第2ターミナルの南側62番ゲート付近にある4階ですね、スイートラウンジがね、今回のリニューアル対象されるね、ラウンジって言ったがちになります。で、リニューアル日は2023年の7月の14日。この動画出てるのは7月の8日になってしまってるかもしれないんですけども、約ね、1週間後ぐらいからね、運用開始っていうふうになります。で、ラウンジの営業時間は5時15分から最終便出発までということで、リニューアルポイントが座席数 が100席増設でパートナーブースの設置、防音個室ブース8台正式導入へということで、ま個室のね席がま新たにね導入っていう感じなんですかね。でそれとは別に防音の個室がね8台8ブースね正式導入っていう風になりますんで。 これはいいですよね。私もね、あの、100年までね、ANA ダイヤモンドで、あの、この高温保湿、高温、えー、防音保湿ブースね、結構利用させていただいたんですよね。まあ、結構仕事はね、あの集中してできたりね、結構良かったのでこ、結構使わせていただいたんですけども、まあ、こちらね、正式導入されるということで、いいですね。 で、またパーソナルブースね、これも結構気になりますよね。これだけちょっと写真がないので、どんな感じなのかね、まあちょっとわかんないんですけども、まあこちらもね、導入されるって言った形になります。で、このね、防音ブースはですね、事前予約はね、あの、導入されるということで、こちらね、プレスリリースについているね、写真なんですけども、スマホアプリの ANA アプリから、 え、予約後の、え、登場ガイドから、え、予約専用ボタンがね、あの、出るっていう風になりますんで、まあ、こちらから予約していただくか、もしくはね、ブース直接行っていただいて、QR コードね、読んでいただくと、まあ、こちら利用することができるみたいな、まあ、こういった感じになっておりますんで、まあ、ANA のね、ダイヤモンドを持たれている方は、今度ね、 え、7月の14日以降ですね、まあ、予約後にですね、利用してみたかったら、この ANA のアプリからもですね、予約できるっていう風になっておりますんで、ぜひね、こちらもチェックね、してみていただければなと思います。どうなんですかね私とかね、結構仕事集中できるんでね、あの、利用させていただいたりしてたんですけども、皆さんどうですかねもし、あの、私はめちゃくちゃ利用してたとかね、あの、全然使ってなかったっていう方ね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、多分飲食は今まで通りできないと思いますんでね、ま、あ仕事、 っていうのがね、メインになってくるかな、なんていうふうに思うんですけども、ま、ぜひね、思うところございましたらコメントね、いただければなと。 思います。それでは次にですね、ANA の国内線のタイムセールもですね、7月の6日からね、開始になっておりました。こちらね、ちょっと動画で取り上げませんでしたので、まあ今回ね、ちょっと軽く、あの、お値段が結構安かったんでね、紹介させていただきたいなと思います。こちらですね、ANA の国内線航空券タイムセールということで、販売期間は2023年の7月6日から7月の12日まで、登、え、場、ー、期間は2023年の9月1日から2023年9月30日までということで、 ま対象便はね、お盆を超えた9月1日から30日までということで、対象路線はですね北海道、東北、北陸、関西、中国地方、九州、沖縄ということで、こちら路線便限定っていった形になります。で運賃のね 日本みたいなのもね、出ておりまして、羽田札幌1万円とかね、羽田板に8000円とかね、羽田宮古1万4000円とかね、結構ね、値段的にはね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、9月いっぱいですね、予定ね、決まってない方はですね、こちらね、ぜひチェックしていただければな、と思います。まあ、あの、7月6日からね、こちら始まってるということで、まあ、できるだけね、早く予約した方がね、あの、この安い便がね、あの、出てくるっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひチェックね、していただければな、と思います。 思います。ということで、今回ですね、原宿空港国内線スイートランジリニューアルと ANA タイムセールですね、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、ANA のスイートランジね、いいですね、ちょっと使ってみたいな。 <laughs> はい、ちょっと ALL ダイヤモンドね、今ね、ちょっと検討してるんですけども、いやね、高いですね。<laughs> どうしようかな。ちょっと今ね、考えてる最中なんですけども、ちょっとね、海外発見しても結構かかりそうでね、ちょっとまだね、踏み出せずにいるんですけども、でもね、あの、ダイヤまた取りたいなっていうね、衝動に変わられておりまして、結構困っております。はい、で、 そうそう。あのね、知らない方ね、結構いらっしゃるみたいなんですけども、今ね、あの、私、SFC なんですよね、会員が。ですので、まあ、あの、ANA のね、この前、発見ね、しなきゃいけなくて、子供と一緒にね、また行くので、子供のね、ことで電話しなきゃいけなくてですね、ANA のね、あの、デスクに電話して発見していただく必要があったわけなんですけども、SFC 会員じゃないですか。去年まで私、ダイヤモンドだったんで、ANA ね、あの、スマートフォンから電話して、 あの、ANA のダイヤデスクかければね、無料で電話できてたんですよね。はい。それがまあ、ANA のね、ダイヤモンドの特典の一つなわけなんですけども、SFC の方って、携帯からだとかけらんないですよね。無料のやつに。ですので、0570が対象になってしまうので、 有料なんですよね、電話番号が。で、固定電話を持っている方は、フリーダイヤルかけれるんですよね、0120。ですけども、携帯からはかけれないということで、まあ、その時のね、対処法ね、知らない方ね、結構いらっしゃるみたいなんですけども、あの、公衆電話ね、見つけていただいて、公衆電話から電話していただいても、こちら無料でね、あの、利用することができます。ANA のね、SFC デスクの0120ね、あの、公衆電話からかけることもできますので、まあ、これもね、一つ覚えておいていただきたいなと思います。で、もう一つの方法は、 ANA の、ね、アメリカディスクっていうのはあるんで、すよねでこれはスカイプでね、電話していただくと、無料でね、電話することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらの情報はね、概要欄に載せておきますので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。やはりね、お子様とかいらっしゃる方とかね、便変更とかで、まあ、どうしても電話しなきゃいけないタイミングってありますよね。で、SFC だとね、で、通話料ね、無料かけられなかったりいたしますので、で、この ANA の デスクにスカイプね、無料会員登録していただいて、あの、電話すればですね、ツアー料無料でね、まあ、どんだけ待つされてもね、お金かかりませんので、まあ、こちらの方はね、気軽にね、利用できるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、この点はね、覚えておいていただくと便利にね、利用することができるかな、なんていうふうに思います。で、一つだけ注意点なんですけども、この前ね、私デスクの方で言われたんですけども、このアメリカ支店に電話して、何かを決済すると場合ね、全部ドル建てになってしまいますんで、まあ、これだけね、まあ、注意するっていう ねもうこれはもう避けられないんですけども、まあ、通話料をねあの安くするか外貨決済がちょっとかかるかまあここはねお好みになるのとどれぐらい混んでるかによってねあのー、どっちが長いかっていうかどっちがお金かかるかね変わってきますのでまあ、こういったねことはねあるわけなんですけども、まあ、一応ね あの、瓶変更でね、あの、決済が伴わない場合であればですね、このスカイプ使った方がね、絶対お得にね、利用することができるかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 今すすぐ500円分もらいますメルカリアプリを開いて支払いを押してビットコイン2000円分のバナーをタップ紹介でさらにゲットという画面になっていますので登録でもらえるをタップそこに紹介コードを入れていきます紹介コードはこちらこちらを入れるとメルカリをやったことない方は2000円分もらえて既存の方も600円分のビットコインがもらえますビットコインなんていらないよという方はビットコインは、ね、その場で売却していただければ残高になってコード決済とか iPhone の方 はアップルペイチャージで追加にチャージすることもできます。紹介コードはこちら、ぜひやってみてください。